で、前回皆さんにはね、位置エネルギー、それから運動エネルギーというものを見ていただいたわけですが、実はね、その運動エネルギーと位置エネルギーというのは非常に密接な関係にあるという話が今日の力学的エネルギーという話です。はい、どういうことかってことなんですけれどもね、まずこのような、法則が実は位置エネルギーと運動エネルギーの間には成り立つということなんですね。はい、では確認してください。まず力学的エネルギーと呼ばれるエネルギーなんですが、これは位置エネルギーと運動エネルギーの合計ですよね。位置エネルギーと運動エネルギーを合計したもののことをまず力学的エネルギーと呼んでます。よろしいですか。運動エネルギーと位置エネルギーを合計したものが力学的エネルギーで、その力学的エネルギーと呼ばれるエネルギーはこれ常に一定の値を保ちますよね。このような法則が成り立つという話です。で、このことを力学的エネルギーの保存と呼んでいるんだけれども、どういうことなのかね。位置エネルギーと運動エネルギーの合計が一定ですよ。はい、こちらの例でちょっとお話ししていきたいと思います。坂の上にある10ニュートンの、ね、玉っころ、ね、で当然この玉っころは今1メートルの高さにありますから位置エネルギーを持っているわけですね。坂の上に10ニュートンの重りをこうやって今ポコって置いてる状態です。まだ動いていません。したら今この坂の上にある、ね、この玉っころ、ね、高さ持ってますから位置エネルギー持ってますね。ただしまだ動いてませんから運動エネルギーは持ってませんね。前回の式を思い浮かべていただきたいんだけれども、運動エネルギーっていうのは速さが出て初めて出てくるものですね。速さがゼロだったら運動エネルギーはないということになるんですね。ですからまずこの坂の上にポコッと置いたこの玉っころね、今こいつは運動エネルギー持ってないけれども位置エネルギーは持ってる状態です。じゃあこの時の、はい、これ力学的エネルギーを見ていきましょう。はい、まずこの玉っころの位置エネルギーですね。これは高さと、はい、もう単位で書いちゃいますけれども、高さと重さ、ニュートンの掛け算で求めることができました。これ前回の授業の話ですね。はい、今この坂の上に置いてある10ニュートンの玉の位置エネルギー、ね、メートル×ニュートンで求めることができる。じゃあこれいくらになるかっていうと、1×10 ですから、はい、10ニュートンね、つまり今この玉っころは10ニュートンの位置エネルギーを持っているということになります。で、次運動エネルギーですが、はい、運動エネルギーは2分の1かけることの重さ、キログラムかけることの速さの2乗で求めることができました。これも前回の内容ですよ。はい、したらこいつは今動いていない状態ですということなので、はい、2分の1かけることのキログラムね、10ニュートンというのは1キロのことですから、これは1になりますね。2分の1かける1かけることの、はい、速さ、速さ今これ動いてないんですから0です。つまり0の掛け算になるわけですね。2分の1かけ1かけ0ということなので、運動エネルギーは0ニュートン、はい、という状態になってますね。坂の上に置いてある今この玉っころはね、運動エネルギー0、位置エネルギーが10という状態です。で、最初の話に戻っていただきたいんですが、はい、力学的エネルギーというのは位置エネルギーと運動エネルギーの合計で求めることができます。ということなので、
この玉心が持っている、ね、力学的エネルギーはいくらになるかっていうと、当然、はい、この10ニュートンと0ニュートンの合計値である、はい、10ニュートン。はい、この玉心の力学的エネルギーは10ニュートンですよっていうのがまず分かる。したら、はい、これ坂になってますね。今こうやって手で持ってますから止まった状態ですけれども、当然これ手をパッて離したら、この形がしますね。つまり、この玉心は運動を始めていくわけです。動き始めるわけですね。したら、この玉心が、はい、坂をどん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 下ってって、はい、半分のところ。ね。高さちょうど 0.5 メートル地点まで来た場合、ね。じゃあこれどうなるかということですね。はい、先ほどと同じように運動エネルギーと位置エネルギー見ていきますが、まず位置エネルギーいきましょう。はい、位置エネルギーですね。当然高さが半分に減ってるわけですから位置エネルギー減少しますね。そういうことなので、はい、先ほどと同じ計算、10ニュートンかけることの今度は、はい、 0.5ね、ですから 10×0.5 になりますので、はい、5ジュールね、はい、5ジュールの位置エネルギーを持ってる。すいません、これ全部ジュールでしたね。はい、ニュートンは力の単位でした。すいません、これエネルギーの話ですので、当然単位はジュールですね。はい、5ジュールの位置エネルギーを持っているということになります。で、ここからなんですが、はい、じゃあ今この玉心今度は動いてる状態ですから、当然運動エネルギーを持ったわけですよ。物体が動いてるということは運動エネルギーを持っている状態だと言えるわけです。じゃあ運動エネルギー求めるには当然速さが分かんないと出てこないわけですけれどもね、この速さ、今出てきてません。まだこの時点でこれがどんだけのスピード出てるのかちょっと分かりません。計測器ないからね。じゃあこいつの運動エネルギーがいくらになってるかっていうことなんだけれども、ここで、はい、先ほどの力学的エネルギーの保存という話に戻っていきます。つまり、今この坂道を転がる物体のお話で、力学的エネルギーというのは常に一定の値を保ち続けます。なので、力学的エネルギーは先ほどと同じく10ジュールのまんまなんですね。はい、ここは一緒。ね。はい、同じ坂道転がす話ですから力学的エネルギーは変わりませんよ。じゃあこれとこれ、位置と運動を足して10になるということは、はい、位置エネルギーは高さ 0.5 メートルなんで5ジュールが分かった。じゃあ運動エネルギーはいくらになってたのっていうと、はい、これ皆さんもうお分かりですね。これとこれを足してこの数字になる。ね、さっきと一緒ですよ。これとこれを足して力学的エネルギー。位置と運動を足して10。はい、位置と運動を足して10。力学的エネルギーは変化しません。なので、ここで当然転がってスピード出てるけれども、この玉心が持っているスピードの運動エネルギーは、5ジュールなんだなっていうのがわかるわけですね。つまりこれどういうことかっていうと、もともとこいつが持っていた高さの位置エネルギーを5ジュール分を運動エネルギーに切り替えたんですよ。つまりこいつが持っていた高さの5ジュール分のエネルギーを運動の方に切り替えてこの物体を動かしていたと言えるわけです。つまり
位置エネルギーを下げることによって運動エネルギーを高めたということ。ただしこれとこれの合計値の力学的エネルギーは変化しませんよというのがこの力学的エネルギーの保存という話なんです。ちょっと難しいですか？はい、力学的エネルギーというものはこれ一切変化しませんね。エネルギーが増えたり減ったりしないということです。つまり位置が増えれば運動が下がるし、逆に運動が増えたらその分位置が減るということです。ですから位置エネルギーを減らすことによって運動エネルギーを高めた、つまりこの玉っころを動かしたということになるわけです。よろしいですか？位置エネルギーと運動エネルギーには密接な関係があります。位置エネルギーが減ればその分だけ物体が運動するエネルギーに変わる。はい、当然その運動するエネルギーが減少すればその分位置エネルギーが大きくなるということです。ただしその合計値の値は常に一定に保たれますよ、保存されますよというのが、はい、力学的エネルギーの保存という法則になるわけです。ではこの力学的エネルギー保存の法則を一番理解しやすいのがこちら、振り子のお話なんですね。皆さんも小学校の時に振り子やったことあると思いますけれどもね、ご覧の通り A 地点にこうやって球持ってる状態でね、ここでポッて離すとこれがグイーンってね、行ったり来たりするわけです。私たちは空気中の中ね、地球上に住んでますから、これいずれ止まってしまいますけれどもね、空気抵抗もない重力もないそんなところでこれを始めるとこれ一生続きますね。じゃあなんでこれがブラーンブラーンってずっと繰り返しね、運動を続けるのかという仕組みを、はい、この力学的エネルギーの保存の話を踏まえて見ていきたいと思います。よろしいですか？はい、では設定なんですけれどもね、これら玉っころ当然全部同じものですね。はい、この玉っころは20ニュートンの重さの玉っころだと思ってください。で、それぞれ高さね、地面が0メートルね、 B 地点だったら1メートル、これなら 1.6 メートル、1.8 メートルね、つまり 1.8 メートルの地点からこの玉っころを離してブイーンってこの玉っころをね、振り子させるというお話。ではそれぞれの位置エネルギー、運動エネルギー、力学的エネルギーを見ていきましょう。はい、まずスタート地点の位置点です。まだ動かしてません。手で持ってる状態です。今から手離してこいつを動かすという話ですね。はい、ということなので、はい、 A 地点における運動エネルギー、これは0、いいですね。まだ手で持ってて動いてない状態です。ということなので、はい、0の掛け算になりますから、2分の1かけることの、ね、これキログラムでした。20ニュートンっていうのは2キログラムですね。はい、ですから、2分の1かけ2、かける動いてないから0、ということなので、0の掛け算になりますから、A 地点の運動エネルギーは0。はい、じゃあ位置エネルギーです。位置エネルギーは、高さと重さの掛け算です。ということなので、はい、高さ 1.8 メートル、重さ20ニュートンです。ということなので、20と 1.8 の掛け算。そうすると、暗算で大丈夫ですね。20×1.8 ですから、はい、30、60ですね。ですから、今この振り子の話、スタート地点、位置エネルギーが30、60。運動エネルギーは動いてないので0ジュール。はい。で、それの合計値になります、力学的エネルギーは、もちろん、36ということになります。よろしいですか？で、今から手を離すわけですけれども、はい、手を離すことによって、こいつが持っていた位置エネルギーをどん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 動かす運動エネルギーに切り替えることによって、この玉っころが、はい、動くことになるわけです。じゃあそれぞれね、 B 地点 C 地点における位置エネルギーと運動エネルギーがどうなってるか見ていきましょう。はい、まずは B 地点です。はい、B 地点高さがだいぶ減りました。高さ1メートル地点です。ね。ということなので B 地点が持っているこの玉っころの位置エネルギーは、はい、高さと重さの掛け算。
ということなんで、20ニュートン ×1メートル、これはもう暗算で大丈夫ですね。はい、B 地点の位置エネルギーは20ジュールまで減りましたよ。で、その減った分を運動エネルギーに切り替えているということですね。つまりこの力学的エネルギーっていうのはどの地点に行っても変化しませんね。ですから全部36なんです。 B に行こうが C に行こうが D に行こうが E に行こうがどこに行こうがこの力学的エネルギーは変化しません。単に位置エネルギーだったものを運動エネルギー、運動エネルギーだったものを位置エネルギーに変換してるだけです。ということなので、はい、B 地点の、はい、位置が20になった。当然 B 地点の玉コラは動いてます。動いてるということは運動エネルギーを持ってる。じゃあどんだけの運動エネルギーになるかって言ったら、もうお分かりですね。20と何かを足して36になるもの。ということは、B 地点は16の、はい、運動エネルギーを持つことになってるんですよ。つまり、もともと持っていた36の位置エネルギーのうち、16分だけ、はい、動かすエネルギーに切り替えていたということです。ですから、ね、はい、B 地点の玉ころは、スピード、速度を持てたということですね。その分高さが下がってるわけです。はい、では、はい、C 地点。ね、ちょうど地面スレスレのところです。はい、じゃあこの C 地点における位置エネルギーですけれども、はい、位置エネルギー当然いいですね。高さが0になってるわけです。高さが0になってるわけですから、0の掛け算、0×20 ですから、位置エネルギーは0。ね。じゃあその分その位置エネルギーどうなっちゃったんですかって言ったら、一番低いところでは、はい、もともとあった位置エネルギーを全部運動エネルギーに切り替えていたということになるわけです。ですから運動エネルギーは36ね。当然0と36足せば36ということです。ですから一番低い面まで振り子が来た時にはもともとこいつが持っていた位置エネルギーを全部運動するエネルギーに切り替えていたんですよということが言えるわけです。じゃあこの C まで来た、はい、この運動エネルギーが最大のね、この玉心は今度逆に上に登っていくことになるわけです。上に登っていくということは、高さが増していくということになるわけですから、逆に位置エネルギーが増えていきます。位置エネルギーが増える分だけこいつが運動するエネルギー、つまり速さが遅くなっていくということになります。皆さんも想像つくと思います。ね。球を離して、この地点に来た時が一番速いはずです。で、登っていくにつれて、どん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 この球来るスピード遅くなっていくはずなんですよ。振り子っていうのは常に一定の速度では動いていません。ね。一番下に来た時が一番速く。ね。一番上に近づくと、どん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 そのスピードが遅くなっているはずなんです。最終的には止まっちゃいますね。で、じゃあ D 地点行きましょう。ね。はい。D 地点は先ほどの B 地点と差が最初1メートル地点です。ということになりますので、位置エネルギーがいくらになりますかって言ったら、はい。位置エネルギーの計算ですね。高さと重さの掛け算。ということなので、はい。20×ことの1メートル。ですから、位置エネルギーが、はい。20。じゃあ、36あったね、エネルギー、運動エネルギーのうち、20を位置エネルギーに切り替えた。ということは、こいつが持っている、はい、運動エネルギーは、16まで減りましたよ。つまりその分スピードが下がったということです。ね。ですから、全部運動エネルギーだった C の状態から、高さを増した。つまり位置エネルギーを増やしたことによってその分運動エネルギーが落ちたということです。ただし、その合計値は変わらないということですね。はい。ではさらにどん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 球登っていきます。はい。1.6 メートル地点。ね。だいぶ高いところまで上がってきました。はい。じゃあ、E 地点が持っている玉コンの運動エネルギーはいくらか。ね。はい。運動エネルギー、位置エネルギー。ね。まずは位置エネルギーから見ていきますけれども。はい。高さ 1.6 メートル×ことの、
はい、重さの20ニュートンです。はい、20×1.6、 はい、いくらでしょうか。はい、1.6×20 ですから、32。はい、1点の玉っ頃の1エネルギーは32ね。つまり16あった運動エネルギーをさらにね、1エネルギーに切り替えたということです。じゃあ運動するためのエネルギーはいくらになったかというと、はい、差し引き4になってしまったということですね。ですから 1.6 メートル地点ではもうこの玉っ頃が動くためのエネルギー、これが4しかありませんね。はい、ということなので、だいぶこの玉っ頃スピードが落ちてきたということになるわけですね。では最終 1.8 メートル地点です。はい、最終 F 地点の 1.8 メートル地点、まだ E 地点ではわずかながら運動エネルギー残ってますので、まだこの玉っ頃は動くことができます。つまりまだ上に登ることができるということです。じゃあ最後の4の力を使ってどこまで登れることができたのか、では 1.8 メートル地点見ていきましょう。はい、1.8 メートル地点は当然 A と同じですから、1エネルギーは36、はい、ということになりますので、残り4の運動エネルギーも、はい、F 地点では全部1エネルギーに切り替えたということなので、この地点における運動エネルギーは0ですから、ここまで来たらこの玉っころは止まってしまったということになるわけです。わかりますか。運動エネルギーが0ということは速度が0になったということです。ですからこの振り子というのは A からブイーンってどん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 スピードを増していって、ここでスピードが最大になります。で、ここから登っていくわけですが、登るにつれてどん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 またスピードを落とし、はい、同じ高さまで来たらピタッと止まる。で、一旦ピタッと止まってからまた元の状態に戻っていく、さっきの逆になっていくということになるわけですね。よろしいでしょうか。はい、ですから本日のこの力学的エネルギーというお話なんですが、端的に言ってしまうと、運動エネルギーと位置エネルギーの合計値、これのことをまず力学的エネルギーと呼んでいました。ただしこの力学的エネルギーは一切変化しませんね。簡単に言ってしまうと、位置エネルギーが下がったらその分運動エネルギーに切り替わる、逆に運動エネルギーが下がるのであればその分位置エネルギーが高くなるということです。それを振り子のお話で紹介したわけですね。高さが低くなれば運動が上がる、で運動が減れば、運動が減ればその分高さが上がるということですね。ですから力学的エネルギーというのはね、一切変化していかない、どちらかが上がればどちらかが下がるという関係性だったということです。で、そのことを力学的エネルギーの保存と呼んでいたわけです。で、最後にここはね、発展のお話になるんですけれどもね、この玉っころそれぞれの速さも求めることが実はできますね。運動エネルギーがそれぞれの地点で出てきてます。当然 A 地点と F 地点っていうのは運動エネルギー0ですからスピード出てません、速さ0ですね。じゃあ B 地点、C 地点、D 地点、E 地点ね、それぞれ運動エネルギー持ってるわけです。じゃあ実際この玉っころどれぐらいの速さが出てたんですかということですが、当然それは、はい、この式に代入していただければ求めることができますね。こちらは発展になりますのでね、数学の得意な方、余力のある方はそれぞれね、A、B、C、D、E が持っている球のスピードを求めてみてはいかがでしょうか。ちなみに1個だけ紹介しておくと、はい、例えばこの球っころが一番速くなった C 地点ね、 C 地点の速さはいくらになりますかっていうのを求めるときには、当然この運動エネルギーの式を使っていきます。運動エネルギーの式は2分の1かけることのキログラムかけることの速さの2乗でした。で、
はい、この C 地点の運動エネルギーは36です。ということなので、36イコール2分の1かけることの、はい、キログラム。ね、20ニュートンっていうのは2キログラムですから、はい、かけることの速さ。速さがわからないので、これを X としておきましょう。X の2乗。ね。はい、この式を解いていただければ、はい、この玉っころの速さがわかるということになります。ちなみに、2分の1かける2、これは1ですから、この式は、X2 乗イコール36ということで、X イコール、もうお分かりですね。2乗して36になる数字ですから、6ということです。ですから、この玉っころが一番底辺、地面スレスレまで来て、運動エネルギーが最大になったとき、このときこの玉っころは、6メートル毎秒の速さを持っていましたよ、ということがわかるということですね。はい、これがこの、ね、振り子の中における最大のスピードです。じゃあ、それぞれね、D 地点、それから E 地点、いくらになるのか、もう大体お分かりだと思いますけれども、余力のある方やってみてはいかがでしょうか。はい、そうするとね、ここまで、